普段腹式呼吸っていうのは皆様よく聞くと思うんですけど、はい、ピラティスの場合胸胸式呼吸、はい、胸式どういうこと、ね、あの普通の呼吸じゃないんですよ。この胸を膨らませて呼吸するようなイメージで、私はあばらをこう、体の中心に集めながら呼吸をする、集めながら、はい、イメージなんです。ちょっと一回やってもらってもいいですか。ちょっと分かんない脱がないと分かんないです。そっかそっか、分かんないから、はい、あのこちらはすごく集中力が研ぎ澄まされるというか、腹式呼吸はどちらかというとお解放っていう感じが、こう自分の中心に意識を集めることができるので、あのこれからおコンクールとか、何でしょうね、大会とか何かイベントごとで集中力を上げたい方は胸式呼吸をおすすめします。なるほど、あばらを集めて、うん、そう、なるほどね。あとアンダーバストのサイズもすごくダウンする、変わるんですね。変わります。そんな、なんかアンダー鍛えられないもんね。はい、うん、アンダー、うん、なんでアンダーって今言ったんですか。なんですか今。アンダー、何そのなんか妖艶な感じでアンダーって言ったんですか。何ですか今。なんか言ってたよね、ボソッとね、何今。何だったんだ。